はい、どうも、アニメロンソーダをご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、メルバケサでございます。というわけで、今回もやっていきましょう。カタリブーということで、今回のカタリブの内容はこちら。臨死体験。皆さん、臨死体験って聞いたことありますか？臨死体験っていうのは、死に瀕した時、肉体の機能は停止していても、精神的な遺産は続いている可能性がある。いわゆる死後の世界の疑似体験だ。ということですね。死に際に走馬灯を見たりとか、幽体離脱みたいなね、体験をする人が多いっていうことなんですけれどもね。皆さん、臨死体験ってしたことありますか？もしかして、臨死体験したことあるよーっていう方いらっしゃるかもしれないんですけれども、実は、臨死体験は意外と多いということが発見されております。一説によると、心停止の状態から蘇生した人の 4% から 18% が臨死体験を報告するということです。つまり、約10人に1人臨死体験をした経験があるということですね。もしかしたら、まだ臨死体験したことないよっていう人でも、これから臨死体験をする可能性があるということです。では、臨死体験は一体どういう体験なのか、実例を今からお話ししていきたいと思います。私は仕事中に大量の血を吐いて高熱を出し、すぐに自宅に戻って布団に横になりました。意識が朦朧とする中、その体験は始まったのです。私はスルスルと自分の体を抜け出し、天井近くまで浮かび上がり、布団に寝ているもう一人の自分の姿を見下ろしていました。部屋には医師が駆けつけており、私に注射をしていました。強心剤のようでした。その傍らで母が泣いています。やっぱり私は死んだのか。と、突然私の体がトンネルのようなところを上昇し始めました。ゴーッという音とともに、ものすごいスピードで上に登っていきます。何が何だかわからぬうちに、私は別世界に行き着きました。そこには大きなスクリーンがあって、私のそれまでの人生の映像が映し出されています。私は自分の人生を走馬灯のように見せられて、いろいろなことを反省しました。また、両親のありがたさにも深く気づかされました。その他、この方は、光に包まれた綺麗な場所や血の池、針山など、ザ・地獄の風景を見た後、最後に最も美しい光景が広がる場所であるお方に出会ったそうです。圧倒的な光を身にまとったその人物こそ、仏様だと思ったそう。その方は、仏様とおぼしき人物にこう言われました。あなたはここにいてはいけない。元の世界に戻って修行しなさい。この声が響いたかと思うと、あっという間に頭上に登っていき、その方は消えてしまいました。気がつくと自分は布団に横になっており、周りに集まっていた親族が生き返った、と驚きの声を上げたそうです。極度の静寂に包まれました。人々は死を恐れますが、一度この静寂を味わって、もはや何もできないことを知れば、死に対して平安を見出すことができるでしょう。この時に私はこれまでの人生で最も心が安らぐ静寂を体験しました。これまでの人生をとても反省しました。よく死の間際にこれまでの人生を一瞬で追体験する走馬灯がよぎるという話がありますが、それは本当です。私はこれまでの人生を振り返って考え、その都度迫られる選択や決断がもっといいものにできたのではないかと反省しました。奇妙に思われるかもしれませんが、死へと向かう最中、これはラッキーな体験であると感じました。ユーモアも感じられて、逆説的に私はなんて不幸なんだって笑いが込み上げてきました。この体験は私に多くの発見をもたらしました。私はこの時まで無神論者でしたが、このまま死が訪れても人生が終わるわけではないと感じました。ただ別の場所へ行くだけです。私の脳の思考モードが変わり、私は全てを理解し、全てのことに備えました。人間の体と脳は死に対して完全に準備されているようです。こうして臨死体験の話を聞いてみると、日本人にも外国人にも共通して言えるところがあります。それは、走馬灯を体験していること。そして自分の人生を振り返り反省しているということですね。また、幽体離脱のような状態になって、もう一人の自分を見ているということですね。それから、死に対しての恐怖がなくなる、心の平安というところが、二人とも一致しているところがあります。こんな臨死体験の実例がある中、こんな説も唱えられております。臨死体験とは、幻覚に似た脳の働きである。最新の研究によると、異界を見たように感じたのは実は幻覚に似た脳の働きによるものかもしれないということが分かっております。インペリアルカレッジロンドン ICL の最新の研究によって初めて明らかになったことですが、一般にジメチルトリプタミン DMT の名で知られる強力な幻覚剤 NN ジメチルトリプタミンは脳内の情報処理プロセスに作用して様々な幻覚を引き起こし、その内容は臨死体験談と重なる部分が非常に多いということです。 DMT は精神伝達物質セロトニンを分泌させ、主に神経経路を通じて幻覚症状を引き起こすそうです。臨死体験とよく似た現実よりもリアルと表現される神秘的な感覚が DMT によって生み出されるものだそうです。また血液中の二酸化炭素濃度が高くなりすぎた時に見る幻覚という説もあります。臨死体験が起きる仕組みを明らかにしようと、ある研究者グループは2010年、死に瀕した患者の血中酸素と二酸化炭素の濃度がどう変化するかを調べたそうです。心停止している間は呼吸や血流も滞るため、血中の二酸化炭素濃度も大きく変化するから
からです。研究グループは3つの大きな病院で心臓発作から蘇生した患者52人を調べましたが、そのうち11人に臨死体験があったことを報告しております。スロベニアのマリボル大学に所属するザリカ・クレメンツ・ケティスは、臨死体験のあった患者は血中の二酸化炭素濃度が明らかに高く、体験しなかった患者とは有意差があったということです。このように科学で証明できるような部分も発見されているということですね。スピリチュアルな体験が科学で証明できる時代になってきたということでしょうか。ただこれは今まで目に見えなかったものがハイテクなメガネが開発されたことによって見えるようになってきたっていうことだと私は思います。もしかしたら未来では幽霊や死後の世界を見ることができるメガネが開発されているかもしれませんね。今体験することができないあなたでも、今見ることができなかったあなたでも、もしかしたら未来には見えているかもしれません。皆さんはどう思いますか？もしよろしければコメント欄にご記入お願いいたします。というわけでここまで聞いてくださってありがとうございました。もしこんな話してほしいなっていうリクエストがありましたら、ぜひぜひコメント欄に記入をお願いいたします。次回の語り部であなたのコメントが採用されるかもしれません。というわけでここまで見てくださってありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたね。アデュー。